ファミコンソフト大全集。どうもタムヤンです。はい、今回は、ゲームキューブ、つい最近ね、ゲームキューブとそれからゲームボーイをプレイできる、付属の周辺機器プレイヤーを購入しましたので、今回はゲームボーイアドバンスのソフト、今デモ画面を見ていただいておりますけど、これドラゴンボール Z ザ・レガシー・オブ・悟空2インターナショナルをやってみたいと思います。早速スタート。何これ、選べんの？セレクトゲーム、ミニゲーム風なんですかね。このゲームアクションRPG らしいんですけども、もちろん初見プレイでいきたいと思います。なんだこれ、おお、孫悟飯をプラス1、格闘カプセルを手に入れました。格闘防御および気力カプセルを手に入れた場合はアイテムメニュー内で A ボタンを押すと使うことができます。カプセルを使うと常に操作しているキャラクターのステータスを上げることができますよ。どうするんだ。ゲームキューブのね、コントローラーがよくわからないんだよね、操作方法。何これ、使いますか。使おう。何もありません。格闘ストロングが強くなったのかな。一応ね、情報としてはアクション RPG だということだけは知りました。説明書も持ってないんでね。テンさん、クリーン、ヨウ、ちょうどこれから戦いに向かうところだ。こんなバカでかい木を持ったやつは今まで会ったことがない。しかもこれはほんの一部のようだ。フリーザってのを見に来たのよ。ブルマさん、ヤムチャは私のこと怒ってるけどね、フリーザがどんなに危険か分かってるはずだろう。分かってるからこそ来たのよ。フリーザがその気になったら地球ごとどっかんでしょ。その前にどんなやつか見てみたいのよ。私の話何か間違ってる？見た目は可愛いやつだって話じゃない。ドラゴンボールファンならもう、どの時点の物語か分かったでしょうね。プーアル、僕はフリーザがとっても怖いです。でもヤムチャ様と離れるわけにはいきません。漫画のストーリーだとこうプーアルはもういなかったよね。確かいたかな。多分ね、オリジナルストーリーが一部展開されるみたいですからね。ベジータかっこいいな。カカロットのやつしくじりやがったな。フリーザは生きてこっちに向かっているぞ。なんでわかる。別人かもしれないじゃないか。俺にはわかる。貴様には無理だろうがな。おい、どういう意味だ。そんなにブルマのために争うなよ。ドロ、なんかスーパーデフォルメ SD ですね。みんなね、二頭身だな。フリーザはあの北へ続く山を越えたところに降りるはずだ。ベジータ、それは確かなのか。そうだ、俺たちが待ち受けていることを奴らに悟られないようにするんだ。フリーザと戦う準備ができたらすぐにあの山に向かうぞ。はっきり言っておくが、悟空がいない今フリーザと戦えばみんな死ぬだろう。それでもやるしかない。行きましょう。なんだ、みんな可愛らしいね。おお、コルト大王、これが地球か。なんか読みづらいな。頑張って声出して読みますね。小さな星だ。
そうちっぽけな星だよ。こんな星一発で消してしまえばよかろう。パパ、それじゃあ僕の気が済まないよ。僕はゆっくりと復讐を楽しむつもりなんだ。全てを少しずつ。僕がこんな機械の体になったのはあいつのせいだ。あいつは僕に恥をかかせたんだ。悟空が帰ってきた頃にはあいつの好きなものも地球人も全てめちゃくちゃにしてやるんだ。そしてこのフリーザ様の怒りを思い知るのだ。地球がどうでもいいからいうわけではないが、こんな哀れな星消してしまえばそれで済む話ではないか。どうしてだよパパ、僕に復讐の芸術を教えてくれたのはパパじゃないか。サイヤ人の仲間を一人ずつ消し去ってやるんだ。あいつが地球に帰って誰も迎えてくれなかったらどんなに驚くことか。このフリーザを除いて。兵士ども、あ、もう着陸してるんだねこれそんな整列しなくても6人しかいないのか見つけたらその場で行動してしまえ。あ、トランクス来た。目つき悪いなこのトランクス。何か用でもあるのか地球人。お前たちを殺しに来たってば。僕たちを何も知らんというのはいいものだな。知っているさ、フリーザだろ。記憶がお前など怖くはない。今ここで確実にお前を片付けてやる。あいつは誰だ。すげえ気だ。奴の気はフリーザをはるかに上回っているぞ。そんなバカな。こんな気を持った奴は初めてだ。こんな力を持った奴がどこから来たって言うんだ。なかなかの戦闘力だ。地球人にしてはな、誤算だったな。お前たち二人はスーパーサイヤ人がどういうものか思い知ることになる。なんだと？そんなバカな！お、雑魚キャラが、雑魚キャラ。雑魚キャラ弱。うわあ！フリーザ真っ二つ。コルド大王。ではないか。素晴らしいぞ。まさに想像以上だ。我が子を一瞬で消してしまうとは。代わりに我が子にならぬか。そうすればこの宇宙すべての星も思いのままとなる。興味がない。よかろう。ではくたばるがよい。あっさり死にましたねフリーザ編ではないということ。トランクス来た。これから孫悟空さんを迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのことをもう限界キャラクター多すぎるよもう言葉の俺についてきてください。もう普通に喋ろなんなんだあいつは。ついてきた。全然戦闘始まらないね。すみません、どうしてお父さんのことを知ってるんですか。俺も話で聞いたことがあるだけで会ったことはないんです。じゃあなんでここで悟空が来るって知ってんだ。それはすいません、言えないんです。言えないってのはどういうことだ。貴様は一体何者だ。すいません、それも言えないんです。フリーザたちを倒したあなたはスーパーサイヤ人でしたよね。ふざけるな。サイヤ人は俺とカカロット、ここじゃその孫悟空って名前だがな、それに地球人との根結であるそのガキを含めてこの3人しかいないんだ。貴様がサイヤ人であるはずがないだろう。だいたいサイヤ人は全て黒髪のはずだ。
そろそろ悟空さんが来ます。おお、かっこいい。ゲームボーイアドバンス、やっぱり結構画像いいですね。お父さん。あ、僕ヤートラッド人の奇抜な服装してますね。おめえたちどうしてどうやってオラのことが分かったんだ。お父さんが教えてくれたのよ。知ってるんでしょお父さん。え、誰だ。オラはそいつを全然知らねえぞ。フリーザーどこ行ったんだ。そいつが倒したんだ。孫さん、実はお話があります。あなたの心の中にだけしまっておいてください。安心して喋ってくれ。オラは口の固い方だ。名前はトランクス。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、俺はこの時代の人間ではありません。俺は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたのです。本当か。未来から信じられねえな。そのベジータさんの息子だからです。今から2年後に俺は生まれてきたんです。おめえ、今のこの時代から3年後の5月12日午前10時頃にアメンボ島に恐ろしい2人組が現れます。人造人間ですね。ドクターゲロ、レッドリボン。相当強いんだろうな。強すぎるんです。戦いでみんな殺されてしまいました。あなたは戦っていない。新種のウイルスによる心臓病に侵されてしまうんです。そして死んでしまわれる。悔しいな。戦いてよ。あなたの薬をどうぞ。の病でも20年後には特効薬があるんです。これを飲んでください。死なずに済みます。本当はこういうことはまずいんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんのか。誰だ。ウルマさんです。ウルマが母ちゃん。うひゃー、これは存在そのものがなくなってしまうんで。悟空は未来からの警告をみんなに話した。え、漫画だったらあのピッコロが説明してくれるんだけどね。だからあと3年は修行できるってわけだ。なんてこった。カカロット教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。妙な服のこともな。そいつは今度話すさ。父が待ちくたびれて怒ってるだろうからよ。お父さん帰りましょう。人造人間編に行くんですね。あれ、よう、ご飯。家帰ってきたんですね。修行がしたかったらここから南の林がいいぞ。家に戻るんだったら早く帰って父のやつをびっくりさせっぞ。え、家帰りましょうよ。まずはね。お、父、悟空さ、本当に悟空さか。な
んの話をしてるんだ。悟空さんもういいだ、これでやっと普通の生活が送れるだよ。全然普通じゃないね。もう次の戦いの話か、いい加減にしてけれ。ごはんちゃんは残るだ。脳みその足りない筋肉バカ、たった一人の息子にはちゃんと教育を受けさせてやりたいだ。おめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だっていうのか。これが終わったら絶対ごはんちゃんは憲法をやめさすからな。あら、次は西の都に行ってピッコロと会うぞ。オラの出発の準備ができるまで南の林で修行でもしてきたらどうだ。あ、家がある。家、ご飯の部屋。質素な部屋ですね。時計はなんかデジタルっぽいね。なんかないのか、アイテムとかなさそうだね。操作もあんまり分かってねえんだけどな。こっち何？おお、これは父の部屋かな。結構広いね。 4LDK ぐらいあるで。修行してくる？ダッシュ。十字ボタン連打でね、ダッシュ。荒野にはガーリックジュニア、あ、オリジナルキャラかな。世界中にばらまいたアクアミストによって邪悪なものに変えられてしまった動物がまだいる。アクアミストの効果は打ち消す聖水もここの動物たちには効果がなかった。ガーリックジュニアの壺が画面の隅に表示されると、ガーリックジュニアのアクアミストに支配されたエリアに入ったことを示します。あ、右上のね。開いて、あ、逃げちゃった。アクアミスト、あ、ちょ、あ、こういうことか。ゼルダの伝説っぽいあれだね。なんだろう、アクション RPG 風っていうのはこういうことか。修行だ。レベルとかあるのかな。あ、いた。パンチしかないのかな。あ、なんかステータスアップ、レベルアップした。どうしてやるんだったっけ。あ、これか。ずっと攻撃力、エネルギー、ディフェンス。なるほど、レベル4になってる。あ、 B ボタンでなんかキーを出せるんだね。おお、いいね。おお、いいね。気持ちいい、これ面白い。あ、いた。キーがなくなったのか。あ、やばい、痛い。そろそろ家に戻ろっか。疲れてきたな。いや、やばい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 。多勢に無勢だぞ。あ、なにこれ。このバリアを通過できるのはベジータだけです。何それ。なんか全体マップとかないのかな。なさそうですね。あ、いたっ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 た。えい、この野郎。あ、お肉。あ、もう行き止まり。いや、これなんか面白いね。あ、まだある。よし、倒した。もうレベル上がらないかな。あ、やばい、ちょっと一回家戻りましょうか。
疲れてきたぞ。お家はどこ？お父さん、疲れた。え？父さん、戦闘服は捨てるように言ったはずだぞ。たった一人の息子が反抗期。テレビ。ちょっと休みたい。休みたいんだけど。どうしたらいいの？体力回復とかないのかな？なさそうですね。マジかこれ。悟空さん、セーブとかできないんですか？セーブ。ないな。あ、まだ下ある。必殺技。マジか。回復アイテムとかないの？あ、何これ。あ、セーブが完了しました。オッケー。何の説明もなくこんな庭にセーブポイントあるの？参ったな。ということで今回はね、あ、こっちも行けるの？あ、なんかあった。記憶カプセル、なんか分からんけどね、全部どんどん使っていこうぜ。使う。何が増えたんだろう、分からん。なんか結構隠し通路的なものがいっぱいあるね。うん、注意深くこう見ていった方がいいかもね。あれ、これなんか家とはまた別のところ、鍵がかかって移動。これは何もないのか。セーブしよう。セーブ、あれ？セーブが完了しました。ということで今回はここまでにしたいと思います。結構面白いね。ご飯以外も使えるのかな。もちろんね、ゼルダの伝説風のアクション RPG みたいなんで、次回から頑張っていきたいと思います。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。